はい、どうも、メンヘラおじさんです。昼寝させてもろてですね、風呂入って、ライブ配信の準備をしています。で、まあ、500人突破しましたという動画を出させてもらってですね、まあ、もう一本動画撮らせてもらおうと思ってます。っていうのはですね、500人突破するまでに心がけたことについてお話しさせてもらおうと思ってます。まあ、経緯から入りますと、私、もともと250人ぐらい、登録者がいた YouTuber でございまして、まあ、その時は、まあ、キャバの話とか、まあ、風俗の話とかもして、まあ、言ったら、なんだろうな、まあ、とりあえずなんか面白かったらええわみたいな感じでこうやってて、で、まあ、正味、1万人超えの会社にはバラへんやろうと思っててやってたんですけど、まあ、言ったら、僕とコラボしたいという方がいらっしゃって、で、ズームでやった時に、Facebook のアカウントがバレて、で、会社と名前がバレちゃったと。こういうところで、まあ、なんていうんですかね、アンチに、通報されて、クレームが来たと。こういうところで、チャンネル閉鎖になりまして、で、そこからはですね、まあ、基本情報と同じように、去年の5月から、密かに始めまして、で、またチャンネル登録を、まあ、徐々に増やして、で、7月ぐらいに、170人ぐらい行った時にバレて、で、バレてと言いますか、そのアンチがまたくっついてきて、で、まあ、またクレームが来て、というようなことで、ございました。で、それ以来、投稿内容は、まあ、だいぶ、こう、制限を受けてですね、自分の中では、こう、言うたら、まあ、ニュースを読む、それに対して私の意見を言うっていうスタイルぐらいでしかちょっと投稿できなくなりましたというところでございまして、自分の中ではもっとおもろいこと喋れるのにというのをですね、まあ思いながら、やきもきしながらですね、動画投稿を続けていきました。で、なんだろう、そこから心がけてたことは、とにかく投稿をやめないことを、言うたら、まあ、念頭において喋ってました。誰かに届くだろうというところもあったと思うんですけれども、多分自分自身との戦いというか、私、休職10回してまして、まあ、仕事も行ったり来たりっていうような状況なので、今、会社に首切られたほんま生活保護しかないというような状態なんです。資格自体はね、40個ぐらい持ってるんで、そら、働こうと思えば働けますけども、そんな寝たきりとか、寝たり起きたりがですね、繰り返して、働くとなったらもう障害者雇用ぐらいしかなくてですね、まあ今の言うたら給与水準とかは、まあ言うたら会社起因で一応まあ言うたら体壊してるということで会社が配慮してくれているというところなのでなんとか成り立っているだけで、今放り出されたらですね、本当に路頭に迷うというところをまあ意識してたのでですね、まあなんていうんですか、一応会社のルールは守りつつ自分が出せる最善手をまあ出していこうと、でしかもそれを止めないでやっていくっていうことしかまあできなかったので、それを愚直にやり続けてたら登録者がどんどん増えてきて300人超えて、でまあそこからなんかこうなんていうんですかね、あなたの喋りが面白いですねと言うてくる方も現れて、またコメントも定期的にコメントくれる方が現れてですね、まあすごいやりやすくなったというところで、まあ一人でも二人でも聞いてくれる方がいらっしゃるんなら、自分もやり続けようというような感じで、まあ結構こう波に乗れたと言いますか、自分の気持ちをこう言うたらコントロールっていうんですかね、その励ましの声でなんとかこう続けることができたというところでございます。で、まあ、それが多分ね、12月末日ぐらいかな。そうなんですね。私、実は8月から休職してて、で、そうなんですよ。動画始めたのがまた、再開したのが10月ぐらいからなんで、本当に、細々と始めてたんですけども、12月ぐらいに、言うたら、まあ、そういうコメントであるとか、あなたの動画面白いから、これに対してお金払いたいって言ってくれる方、出てきたんですよ。っていうことで、見たら自分のやってることがお金になるんだと。あるいは自分の、言うたら、個別で相談してるサービスもお金になりだしたので、まあ、がぜんやる気が出てですね。まあ、一応、言うたら、まあ、ベースにあるのは、その、2NN っていう、2チャンネル系のですね、いろんな新聞記事を寄せ集めて、まあ、それにスレッドが立ってるっていうような感じのものなんですけども、まあ、それを中心に、自分で喋れそうなものをピックアップして選んで喋ってっていうような感じでやっているんですけど、まあ、その中
中でも自分なりに、言うたら解釈を加えたりしてですね、やっていきましたというところでございます。はい。で、まあ、なんとか、それでですね、対応させてもらいながら、まあ、300、400と増えてきてですね、この1週間で500になったというようなところでございます。重ねて言いますが、まあ、辞めなかったことと、そういう応援に励まされたことっていうところが、まあ、主な要因なのかなと思っているのと、あとは、まあ、自分自身の危機感、だと思ってます。危機感っていうのは、先ほどお話した通り、今、休職10回してて障害者になって、まあ、言うたら、もう会社ほっぽり出されたら、僕生活保護しかないというようなところでですね、まあ、そうなって、でも、ほっぽり出されてもなんとか食えるようにはですね、しておかないといけないというところがあったので、なんとか食い縁をつなぐために自分というメンヘラおじさんというのを、とりあえずですね、まあ、作って、まあ、チャンネル作って、僕はこういうことができますよということをお話して、それでまあ、仕事が受けられるように、しないとなというところで、今、YouTube が500人で、Twitter が2000人のフォロワーがいるというような感じでやらせてもらっております。で、まあ、このチャンネル、この SNS に関しては、まあ、なんですかね。まあ、正直会社クビになるまでやろうとは思ってます。もちろんコンプラに違反してたらですね、それは是正するために、言うたら変えますけども、YouTube 自体を禁止してるわけじゃないということでですね、言われてるので、まあ、そういう意味で Facebook とか大して変わらないですもんね。なので、まあ、そういう規約ですかね。まあ、会社上のそのコンプラ的なルールがあるんであれば、それは守っていこうと思いますけども、言うたら登録者が1万人になったから消せよお前って言われても、いや、逆に無理やし、ということで、まあ、むしろその、今まであった不祥事、全部ばらすぞと、ここで、というようなことになると思ってます。はい。いや、別にそんな、揉めるつもりも全くないんです。全くないんですけれども、今のその自分の活動っていうのは、言うたらもう、休職10回もしてたんですね。もう、やっぱり仕事任せられへんということで、窓際サラリーマンやってるわけですよ。で、まあ、言うたら、生きているのか死んでるのかわからんと。まあ、死んだように生きろというのが、ま、会社の意思だと思ってるんで、まあ、そうなってくるとですね、自分の楽しみ、ミヘラおじさん自身の人生の楽しみっていうのがないと。で、そんな中で、言うたらいろいろこうコメントいただいたりですね、応援してくれる方が現れて、まあ、仕事以外でも居場所を今見つけているというような状態なので、まあ、今、だから登録者がどんどん増えれば増えるほど、おじさんのプライベートは結構充実してきてまして、で、オフ会もゴールデンウィークに無事開催することできてですね、めちゃ盛り上がったんですよ。で、まあ、そういうオフ会とか、ご飯食べとか、そういう企画も、まあ、コロナ禍がちょっと収まればね、細々と、まあ、おじさんは別に、オフ会をして、揉めようとかっていうような気持ちは全くないので、まあ、できれば少人数をちょこちょこ、やれたらなと思ってるんですけど、まあ、それが一つと、まあ、一応 YouTube で頑張りますというのが一つと、まあ、自分の専門分野って言いますかね、相談事とか、乗れるものであれば、基本的に、お受け、できるレベルでね、本当に、まあ、高度なことであれば、それは専門家に頼ま、お金払って、頼まはった方が適切だと思いますんで、おじさん自身でできることなんかたかが知れてると思います。しかも、まあ、相対でお話ししてるわけではないのでね、まあ、そういうところはですね、まあ、限界っていうのは多少あるのかもしれませんけれども、まあ、なんていうんですかね、そういうところで、なんとか、まあ、やらせてもらえたらなと思ってございます。というところで、もう10分経ったな。というところで、まあまあ、何を気にしながらですね、500人突破まで頑張ったかということと、まあ今後、どういう形でやっていきたいかということについてお話しさせていただきました。以上です。